車では時速30キロの時に降りつける雨を体験してください。最初1時間20ミリのやや強い雨です。長く降り続けると土砂災害の発生に注意が必要となります。10メートル先まで見えますが、安全に注意して運転してください。次は1時間に20ミリの強い雨が降ります。この雨が降り続くと土砂災害発生の危険性が高くなります。道路には雨が溢れてきてスリップしやすく、前も見えにくいので、いつでも止まれる速度で運転してください。次は1時間に30ミリの非常に強い雨が降ります。この雨は土砂災害発生の危険性が高くなっています。場所によっては災害が発生しますので注意してください。5メートル先も見えにくいので、すぐ壊れる運転をしてください。次は1時間に50ミリの非常に激しい雨です。この激しい雨では土砂災害発生に警戒してください。土砂災害が起こりそうな場所や、その近くで暮らしている方に避難の準備を進めてください。運転は危険ですから、安全なところに避難してください。次は1時間に100ミリの豪雨です。ありがとうございました。